こんばんは、田辺海藻です。先日のね、11月11日の新聞記事について質問がありましたのでお答えしたいと思います。この記事なんですけれども、この中にですね、市議選で、政治と金の問題は争点の一つになると思いますかという、アンケートの質問がありまして、私はいいえと答えていますが、これはですね、前市長や、議員さんたちがお金を受け取ったことをもちろん、渡した人もですけれども、決して、そのことを容認しているわけではありません。この記事のですね、まあこの辺なんですけれども書いてあります。8月の市長選で市政の刷新を訴えた石丸伸二市長が当選したことに触れ、市民は一つの答えを出したと受け止めると書いてあります。これは、私のことです。私のことで、私が言ったことです。まあ、言ったというか、まあ、正確には書いた答えなんですけれども、私はですね、政治活動や選挙活動を通して、市民の方々とですね、いろいろお話をさせていただきます。で、政治と金の話よりもですね、圧倒的に今の議会の問題の話をされます。市民の方がですね、争点だと思ってないと私は感じましたので、アンケートで、いいえと答えました。はい。演説なのでですね、政治と金の話題は出すことはありますが、今回の市議選の争点としてはですね、私自身は、議会の正常化ではないかと思っていますので、そういう話を主にします。はい。これが答えです。で、そうですね、先日、昨日か、秋田方市の道の駅の方で、同じ候補者の南沢克彦氏、南沢克彦候補ですね、と一緒に、合同街頭演説というものをさせていただきましたので、その時に、私が話した、街頭演説で話した内容もまたアップしますので、そちらを見ていただければ私の考え方がわかるのではないかと思いますので、これでね、質問の答えとさせていただきます。残りもね、わずかの選挙期間となってまいりました。ぜひともね、秋田方市の市議選の投票率上がってほしいなと思います。皆さんぜひ投票に行ってください。以上です。ありがとうございました。